本日のダイジェスト。はいはい、オッケー。おー、敵、はいはい。よし、味方の敵。わあ。よっしゃー。今のはすごい危ない、危ない橋を渡りましたね。こんにちは、エケンです。今日はスプラトゥーンで縄張りバトルをやっていきたいと思います。今日持っている武器はいつものようにもみじシューターを持っております。今やっているステージはマサバ大橋になります。マサバ大橋とあと今日のこの時間帯はもう一つは金目鯛美術館になるんですけれども、この2つもみじシューターでやるのにすごく楽しいステージなんですよね。このいろいろ障害物があるので隠れながらやっていけるっていうこの楽しさが、あー怖い怖い怖い、あやべ、あー危ねー、いいんだよかった、はい OK、 よしこれで塗り返してやる。おーどっかにいるな、あ寝てられちゃった、あー今のは良くない。もみじシューターは結構こうやって神出鬼没的な動きをして敵を惑わさせるのが主な一つの動きになるんですけれども、ただその敵をちゃんとどこにいるかっていうのを常に把握しておかないと、あーやべ、あーやられた。あとは長射程の敵っていうのはすごく苦手になってるんで、例えばさっきみたいなチャージャーとか、あとはプライムシューターとか、そのあたり敵対するとかなりやられやすいです。あと忘れちゃいけないのが、今みたいに敵のスーパーセンサーがくっついてる時には気をつけて戦わないといけないです。おお、ほい、あーやる、敵も去るものだな、あーあーやられちゃった。プロモデラーか、なんかあんまり見ないな最近。あと結構もみじシューターだと96ガロン系は苦手なんですけれども、最近96ガロン使う人少ないんで結構もみじシューターはやりやすい状況になってますね。はい、あー当たんねー。そう、カーボンローラーは振りが早いので、なかなか、ああいう状況になると、打ち負けたり、相打ちになっちゃったりしますね。かなり今、こっちが、やばい状態なんですけれども、まあ、確実に、ポイズンを当てていきましょう。はい、ほらね。ああ、ダメージ。任せる。あーちょっと塗りが足りないな、あーやられた。いやーちょっと今回は塗りが足りませんでしたね。もう少しちょっと次頑張っていきたいと思います。はい、次は金目鯛美術館でやっていきたいと思います。金目鯛美術館もかなり障害物が多いステージなので、もみじシューターやりがいがあります。金目鯛美術館が縄張りバトルの時、僕いつも遊びがあるんですけれども、この部分ですね、これの敵陣のところであの部分を制圧するのがすごい好きです。例えばまあ早速敵陣のところに行きますけれども、まあこういうところを塗って、おー、敵、はいはい。おっ、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 あー、やられた。煽られた。あそこでずっと敵を倒しながら、あの辺りを塗ってるのが好きですね。でもやっぱり敵と戦うことが多くなるので、うまく立ち回らないと、すぐやられちゃいます。ナイス。
ね。ああ、はいはいはい。ああ、やられた。じゃあ少し真面目にいきますか。真面目にポイズンを当ててやっつけていくと。はい、あー味方、よし味方の敵。あー当たんなかった、当たんなかった。はい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 、はい、ミニシュートの場合はジャンプ打ちなかなか難しいんで、まあ、やるときはありますけれども、できるだけああいうふうに、ああできるだけあのジャンプしないで潜伏しながら敵の後ろに回り込む、これをしないともうミニシューターではなかなか生きれないですね、生き残れないですね。また強い。ここにいるのは分かってるんだ。あ、いなかった。今回は少しこっちが有利ですね。ただまだまだ気を抜かないでいきたいと思います。やってしまった。よいしょ、はいはい、はい、もう寝ることが大事、寝ることが大事、チェリー可愛いよ。うわあ、でも敵陣が塗られてない部分があるからどうかな。よっしゃ、ちょっとギリギリだったけど、いやもう少し真面目にやらないとデスが多くなりますね。はい、3戦目の縄張りバトルはマソバ海峡大橋、こちらのステージへやっていきます。ああ向こうはチャージャーが2人か。最近ゼルダの伝説ばっかりやってるんで、なかなかコントローラーの動きがね慣れないんですけど、ああいう感じで奇襲をねやっていきたいと思います。はい、向こう岸に行きたい。おあ、はい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 、味方のダイオウイカが火を吹いたかな。あー危なかった。1対1交換だったらまだなんとか。よいしょ、しっかり自陣も持ちつつ戻っていきましょう。まあ、自陣を塗ることによってスペシャルウェポンが溜まっていきますので、まあ、このもみじシューターの場合はスーパーセンサーなので、お敵にもポイズンが出るぞ、気をつけろ。今度はすごい危ない危ない橋を渡りましたね。よっしゃー、あすげえバレている。オッケーオッケー、ここに飛んでくるな。
ポイズン当てることで、この、わぁ。よっしゃぁ。自分にナイスをする男。まあ、ちょうど今、スーパージャンプ短縮をつけているので、逃げられましたけど、普通だったらあれは逃げられないですからね。うわー、でもちょっと塗りが。もし、はあ、はい、勝ちました。いや、ちょっと最後の方危ないところもありましたけれども、なんとか 4-1 でキルデスもなかなかいい感じだったんじゃないでしょうか。さあ来い。うわー、まあ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 いいかな。じゃあ今日のところはこんな感じでスプラトゥーンの縄張りバトルをやってきました。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。エグでした。